ていう、ね、足目具合がやっぱり可愛い、手書きの柄が可愛いですよね。後ろから動く感じが、うん、しなやかに、なんかこう足に感があった方がいいですよね。はい、いいんですよね。はい、うん、派手ますかぐらい、うん。こんにちは。こんにちは。佐藤繊維チャンネルです。今日は M&教科のご紹介をしていきます。今回も私カホとギアスタッフのリカさん、はい、よろしくお願いします。情報は青木さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お送りいたします。今日は T シャツとカットソーの特集ということで、はい、そうですね、こんなにずらっと並んでいます。はい、はい、じゃあまず早速今リカさんが着用してくださってる T シャツのご紹介をしていきます。はい。T シャツ。はい。では商品名をご紹介いたします。シームレスストレッチボーダーアシンメトリープルオーバーです。サイズがフリーサイズ。お色がライトグレーがリカさんが着ているやつ。はい。はい、ピンク、はい、ブルーとブラックがあります。ブラックは店頭かウェブでご覧ください。お値段が 29,700円でございます。はい、このシリーズギアでも大人気ですね。はい、このシャリ感のある感じと、ま、なんといってもこのパッと見た感じのんっていう、ね、足目具合がやっぱり可愛いと思うんですけれども、ね、はい、これからの季節に本当に涼しくて素材の方もそうですね、シャリ感のある感じで、はい、しかもこのゆるさが、うん、すごい素敵です。さっきなんか何回か言いました皆さんに始まる前に、ね、はい、このボトムとのカラーとも今日リカさんは、そうですね、ちょっと今日はワントーンみたいに同系で合わせちゃったんですけど、はい、うん、かっこいい。このお色でしたらね、なんかいろんな色あると思います。うん、なんか真っ赤なパンツでもかっこいいです、うん、素敵ですね。素敵、マスタードとかなんかメリハリ、ちょっと色遊んだボトムも、はい、はい、はい、この辺のピンクなんかちょっと落ち着いたトーンのピンクですけど、はい、このブルーがこの結構鮮やかですね、はい、差し色みたいにグリーンが入ったり、うん、結構なんかネオンっぽく見えるような、そうですね、はい、グリーン見え方が、うん、なのでちょっとアクセントが効いてて、はい、かわいいですね。無地で楽しまれたい方もちょっとこの表情ある質感で楽しんでいただけると思います。どの辺が人気のポイントなんですかね、店頭で。パッと見で、はい、着てみたいって感じはするんですけど、まあ、にぎやかにこう柄物がある中で、うん、無地なんですけれども、うんうんうん、まあ、この生地感とか、まあこの足目がやっぱり目を引く、うん、んっていうところから、これ着るとどうなるのっていうところから、うん、なんか着てみたくなりますよね、はい、なります。スムーズにご試着が多いです。おすすめとかリカさんがせずにもやっぱりお客さんが手に取ってくださる。そうですよね、これはどうなってるのっていうところなんですけど、はい、なんか着てみようって感じになるんですよね。できた感じがまたこう涼しいんです、この幅感も、うんうんうん、でこの裾も遊んだ感じとか、はいはいはい、肩も可愛いですね。そうですね、で左右でこう脇の見え方違うので、はい、ちょっと遊びのトップスにおすすめでございます。はい、はい、だんだん数もなくなってきてますのでお急ぎください、こちらも、はい、そうですね、はい、ぜひ、はい、はいはい、それでは次はこちらの私が今着用しているものを紹介していきます。はい、お伝えします。手書きフラワージャージー5分袖プルオーバーです。サイズが 1-2 のサイズです。お色がオレンジ、はい、ブルーがカホさんが着ているものです、はい、でダークブルーの3色です。お値段が 28,600 円でございます。はい、どうですか、カホちゃん着やすいですか。すごい柔らかいです、あと丈感も可愛いです。うん、ちょっと短めの半丈が旬ですけどね、うん、はい、そんなに短すぎずで、そうですね、はい、お腹隠れるなぐらいな感じなので、ちょっとまあ短めで足長効果はあるものの安心して着れるなっていう
感じです。あとここただでさえ長いのがもうさらに生きてる、ね、そうですよね、はい、そんなことはないんですけど、じゃあ私も短いの決めて長いです。なんかちょうどいいくらいで柄もね、なんかあの手書きのフラワーってなってましたけど、はい、ね、今の今日こうふがふがはね、結構手書きの柄が、ね、うん、かわいいですよね。色合いもすごい素敵で、うん、カラフル、ね、はい、このネイビーの色のマルチカラーの見え方もかわいいですし、かほちゃん着てるやんわりな感じと、はい、あとオレンジっていう遊び色と、うんうん、様々にこう色の出方違いますけど、ね、はい、お好みで、あの首のところの、そうなんですね、元の感じもね、かわいい、はい、かわいいんですよ。ここがちょっとアクセントになってるので、はい、まあ、ただの T シャツとは違うぞっていう感じです ね、 ね、はい、ここちょっとシルエット的には普通の T シャツだと思います、ね、って感じですけどね、結構、はい、そうですよね、ちょっと上にも羽織りやすい、うん、そうですね、はい、はい、試してください。はい、続いては私が今着用しているこちらから、はい、じゃあ、はい、ご紹介いたします、はい、ニットドッキングドロップショルダーフーディーです。サイズがフリーサイズ、お色がアイボリーとピンク、はい、この他にダークブルーとグレーがございますが、こちらは店頭かウェブでご覧ください、はい、お値段が 27,500 円でございます。はい、はい、ピンクです。はい、ボディの色が共通してますね。はい、そうなんですけど、形違いと編み地もちょっと違う、はい、狙ってみました、はい、すごいちょっと愛らしくなかなかないピンク、ね、ピンクのピンク結構違和感ありますけどね、カメラ越しに、はい、ちょっとそうなんかちょっと、はい、お互い二人ちょっとあまり見かけてない色ですけど、はい、ちょっとやっぱりこの季節は明るいお色もいいですもんね、うん、はい、挑戦したくなりますね、はい、このフードどうですか、ニットの部分可愛くないですか、この柄の袖もね、はい、ここで M 強らしさが出てますよね、うん、はい、去年もこのフーディータイプのデザインがすごい人気で、はい、はい、あの希望が多くて今年も、はい、出した感じですね、はい、またこの裾の丈もちょっと、うん、裾の丈丈裾の具合の前と後ろで、はい、ここからの見え方も可愛いですよね。そうですね、動きが歩いた時にさらっとこう後ろが動く感じがしなやかで、うん、かぼちゃんでこの丈なので、はい、私もチュニックぐらいいっちゃいそうなんですけど、でもなんかそれもあのゆるゆるコーデな感じで、あ、本当ですね、可愛いですね、うん、こんな感じで、うん、なんかじゃあ人気のねフードっていうことで、はい、今年もぜひ、はい、フードかぶれるんですか、そのフード。あ、かぶれましたよ、先ほど。ちょっとやっちゃってみますか。はい。こういう感じに。まあ、かぶれることはかぶれるんですけど、まあ、飾りというか、襟感覚 で、 そうです、ね。場面はいつだろうって感じです。多分なんか大サービスショットみたいな。ちょっと雨降ってきたみたいな時とか。あ、いいですね。はい。かぶろうと思えばかぶれる。はい。でも、こう、飾りで。そうですね。はい。はい、です、はい、ありがとうございます、はい、じゃ続いて、はい、ミカさんが、はい、してくださってるのいきます、はい、お伝えします。ファンシーニットドッキングラウンドヘム半袖 T シャツです。サイズがフリーサイズ、はい、お色が、ピンクとダークブルー、はいはい、とグレーと、この他にアイボリーがございます、はい、こちらは店頭かウェブでご覧ください。お値段が 22,000 円です。はい、配色も可愛いですよね、ネイビーに赤って可愛いです。うん、可愛いです。じゃあピンクにカーキグレー、うん、ピンクにカーキも合いますよね。こっちがシックなベレーと、はい、このニット感の、うん、これなんか夏らしい、夏らしいですね、可愛いですね、おそらく和紙の、そうですよね、足で、はい、うん、ちゃんとポケットにも芯がついてるということを今知りました。はい、ぐちゃってなんないですよね、はい、お金とか入れれそう、お金、小銭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 です、小銭
ちょっと飾りポケットではありますけど、ちゃんとこの辺にもファイルは、はい、うん、でやってます、はい、裾がちょっとラウンドしてる、はい、もはい、私で、あ、結構お尻後ろ長いんですね、長いですか、うんうんうん、長めです、思ったよりお尻隠れてるぐらい、ちびっこだと長め、長めちょうどいいです、はい、なんかやっぱりこう T シャツ1枚って言うと、どっかこう遊び感があった方がいいですもんね、うんうんうん、はい、そうですよね、はい、ボックスもいいですけど、うん、無地なのでこのカットラウンドしてるところとか、うん、扱いやすいと思います、ボトムと結構ゆったり系ですね、そうですね、見た目よりは、はい、幅があるので涼しいです、うん、はい、続いてはこちらのボーダーたちの紹介をしていきます、はい、ではお伝えします、前後切り替えボーダーノーシームフレンチスリーブチュニックと T シャツです、はい、サイズがフリーサイズです、どちらもフリーサイズだと思います、お色がカホさんが着ているのがサックスです、はい、リカさんが着ているのと、はい、カホちゃんが持っているのがブルーです、はい、リカさんが持っているのがブラックになります、はい、はいはい、お値段がとチュニックの方が2万900円、 T シャツの方が1万8700円でございます、はい、はい、ちょっと盛りだくさんでしたけど、お疲れ様でした、かおちゃんが今ボーダータチって言ったけど、その通りなんかボーダーが様々で、ね、そう、前後でどっちも着れます、はい、ね、後ろも前も、はい、でここに商品紹介のを見ると、肩周りのシルエットを見直し、より着やすいデザインに変更しましたってなってます、うん、例年ちょっとこういうランダムなボーダーのシリーズありましたもんね、はい、うんうんうん、どうですか、はい、前後両方着れるわけなんですけど、うんうん、はい、毎年人気ですけど、今回もやっぱり人気です、うん、着心地がいいです本当ですか、普通の答えです。でも大事ですよね。はい、なんかすごい軽いんですよね。はい、軽いますかぐらいの、うん。柔らかくて前後どっちでもいいっていうのが本当に納得します。いいですね、はい、違和感ないです。どっちで着ても。その裾と襟元にちょっとアクセントカラーが入ってるのもすごい素敵です。うん、これいいですよね。ね、うん、かおちゃんのこのイエローもすごい効いてます。こっちにもある。うん、はい、オレンジとグリーンと、はい、なんかふわふわ ね、してるんですよね、フェルトっぽいっていうかね、ちょっとくるって巻かれてるのがかわいいな、はい、はい、リカさんのタイプだと結構あの前後のボーダーのピッチがかなり違いますよね、かなり違いますよね、カオちゃんの方だとそんなになんか色違い、まあ、違いますけど、うんうん、そんなには、うん、そうですよね、うん、なんか下に行くにつれ太くなってる、はい、ピッチがこう、うん、だんだんと、はい、こんな感じです、かほちゃんのがワンピタ、え、チュニックだっけ、チュニックだっけ、うん、はい、私のが T シャツのはずなんですけど、やっぱりこうちょっと長いちょっと長いんですけどね、マリカさんみたいにちょっとこうなんていうの、ふわっとしたパンツっていうか、うんうん、ゆったりしたパンツにいいですね、はい、うん、ちょっとゆるゆるコーデですけど、うん、はい、この私のチュニックの方だったら、はい、もうちょっと細身のパンツとかでも、あ、レギンスとかでもいいのか、うん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 、まあなんか私これでレギンスだとさすがに短すぎるなって感じなんですけど、うん、かっこいいかっこいい、でもリカさんそうですね、多分レギンスいけるのか、うんです、うん、素敵な気がします、今日の、はい、にぎやかなレギンスの方を合わせていただいても、はい、はい、今日はあれですね、全部同じパンツにいろんな T シャツを合わせてみました、はい、はいはい、いろんなね雰囲気がまたいろいろ変わって面白かったです、はい、いろんな種類があるので夏を楽しんでいただいて、はい、一つ一つぜひチェックしてみてください、はい、はい、今日紹介した商品は M&京子取り扱っているいただいている小売店、また直営店にご相談ください。近くにお店がない方はオンラインストアの方でご覧になってみてください。また次回もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。